今回は黒川ガネちゃんに言いたいことがあったので動画を撮りたいと思います。どうやらここにいるね、星野アクアとかいうやつとお付き合いすることになったらしいと。あの世界の今勝ちを熱心に見てたファンにとっては喜ばしいニュースかもしれないけれど、私たち視聴者はですよ、このような展開、アクアがアカネちゃんのね彼氏になることに誰一人納得していません。それが仕事上のお付き合いであっても本物のカップルじゃなくても、アクアがアカネちゃんの彼氏になることに誰一人納得していません。今すぐその男から手を引きなさい。いや、わかるよ、自分のことをね助けてくれた恩人であることには変わりないし、めちゃくちゃ魅力的に見えるだろうけど、そこはねぐっとこらえて距離を置いてほしいんだよ。理由はシンプル、アクアはアカネちゃんのことは好きじゃないから。そして仕事上の付き合いって表面上では片付けたとしても、アカネちゃんはどうせ彼のことを諦めきれなくなっちゃうから、もうそういうことですよ。はい、もうアクアにとってアカネちゃんの人物トレース能力が星野愛のことを深く理解するために役に立つかもしれないって、復讐のため、言ってしまえば道具としてしか見てないんですよ。そんなやつとね付き合ったらどうなるか。アカネちゃんはね典型的なヤンデレだから、君の心がボロボロになるに決まっている。というか、こんなことはわざわざ俺が言わなくても、アカネちゃん自身が分かっているはずなんだよ。そうだろ？分かってるだろ、アカネちゃんだって。しかも、俺いつもアクアを憎んで推しの子を見てるけど、今回に関しては、アクアはもう完全にアカネちゃんを騙してるわけではなくて、8話で君がね、アクアに対して、私のことを異性として見ていないでしょって言った後に、確かに俺はアカネを異性として見ていない。けれど、俺はアカネに女優として強い興味を持っている。って、アクアは一応アカネちゃんに自分の気持ちを正直に言っているんですよ。俺から見たらね、アクアの最後のアカネに女優として強い興味を持っているっていうセリフが出ちゃう時点で、そのアカネちゃんのね、弱さに感づいてそこを利用する気満々で、本当に憎いんだけど、というか最初にお前に好意は向いていないよって言った後に、でもお前のこういう部分には惹かれているよみたいなことを言う男って、今後その男が浮気した時に、俺は最初からお前に好意がないって言ったじゃんって、なんか浮気した責任をね軽くしたいだけの男に見えるんだよ。そういうやつはねクズだよ、付き合わない方がいい。でもそうは言ってもアクアは自分の気持ちがアカネに向いていないってことを本人に伝えている以上、今後君がこいつに捨てられたとしても自業自得な部分はあるんじゃないか。私は別にね、アクアのためなら捨てられてもいいって君は思うかもしんない。でも俺たち視聴者はどう思うかな。アカネちゃんのことを心から応援してるファンは、アカネちゃんがアクアに捨てられる姿見たくないと思うんだよ。お前たち2人だけで話してたらこういった部分まで気づかないと思うし、いや違うな、うずうず気づいてはいるんだけど2人とも目をそらすと思うから、私はね今回正直に言ってあげました。じゃあね、アカネちゃんは今後どうすればいいのか、まあそれもちゃんと提案を持ってきました。具体的に何かっていうと、まあ俺と付き合おう。うん、そうだよね、俺とね付き合おうよ。なんでそう思ったかっていうと、アカネちゃんね今がちで炎上しちゃったじゃん。本編を見るとね吹っ切れているように見えるけど、傷は間違いなく残っていると思うんですよ。そして多分その傷が癒えるまで時間がかかると思う。俺は見てわかる通り、まあ動画配信やってんだけど、実は俺も冬と春で1回ずつ炎上してるんだよね。おそらく夏も炎上すると思う。で、俺ならそのためにアカネちゃんの辛さに心から共感できると思うし、アカネちゃんだって俺が傷ついている時の心境にものすごく近づくことだってできるはず。互いにね理解し合えると思うんだよ。まあ正直俺はメムチョが一番好きだよ。バカキャラに見えるんだけど、でも周りのことがちゃんと見えているし、めちゃくちゃ気配りのできる優しい子だからさ。しかも炎上マーケティングについても熱く語れるし、 YouTuber やってるわけだから、メムチョの方が俺に近い立場かもしれないけど、でも俺はねその時ピンチな人の味方になってあげたいんだよ。今間違いなくピンチなのはアカネちゃんだけど、俺ならアカネちゃんを助けられると思うんですよ。なんなら俺の動画を見てるね視聴者も同じことを思ってると思う。君を今後利用する気満々のアクアと、過去の炎上から君のことを心から理解してあげられる私、果たしてどっちがお似合いなのか、君の行き過ぎた考察力でぜひ考えてみてほしい。本日の動画は以上です。ありがとうございました。